こんにちは、シスアンサシーです。今日はコペン GR スポーツの特殊改造費がいくらかかったか。特殊改造はこれ、安いか高いかはあなたの判断次第です。改造箇所は全部で3箇所あります。合わせていくらでしょう。まず1つ目、右アクセルから左アクセルへの移設。2つ目、インカーの左手側への延長。3つ目がこれ、左手側にハンドルスピナーの増設。大体の人は3つ同時に行うようです。3つの作業時間が合わせて1時間くらいですから、バラバラに行う必要はありません。それにしてもむちゃくちゃ作業が早いと思いません？特にアクセルの移設は構造が分かっていても驚異的です。これも障害者に負担がかからないようにしていると思います。さて、ここまで来て作業代を〇〇万円と見当つけてたんじゃないですか。いくらだと思います？大雑把に言って A 4万から5万円 B 14万から15万円 C 30万から40万円。さてどれでしょう。シンキングタイムスタート。答えは2つあります。 A と B です。 B の14万から15万円は本当の値段です。普通はこの値段を払わなければいけません。 A の4万から5万は障害者の補助金を使った場合です。補助金は10万円ですので、 B から10万円を引くと A になります。めちゃくちゃ安くなると思いませんか？それだったら皆が皆障害者補助金を利用しましょうね。ところがそうはいかないんです。障害者補助金は初めて使うならいいんですが、2回目は6年ぐらい間隔が空いてないと使えないと車のディーラーの兄ちゃんが言ってました。あ、そうそう、車を買うとき障害者だったらどんな割引がついてくるか調べてもらった方がいい。もしあなたが全部知っていても調べてもらった方がいい。意地悪じゃないよ。別々に調べた方が確認にもなるし、なんか見落としてたことがあったりする。それと意外と車扱ってるけど障害者扱ったことがないディーラーだったり、そもそも本気で売ろうとする熱意であったり、そんなものがそこに現れてくるんじゃないかな。なんかこう車に熱いやつってディーラーがいいね。今日は気候もよく、コペン GR 最高です。風も直接顔に当たることもなく、今から入るトンネルの響きも肌で実感できるところがいいです。最近のトンネル
ライトも明るくていいですね。ネオンのように綺麗だ。出口が見えた。僕は晴れた日の出口が好きです。パーッと開けるその瞬間が。いかがでしょうか。ここの見晴らしが素敵です。小高い山の上です。目的の場所が見えてきました。目的の場所行ってませんでしたっけ？すいません、忘れてました。イオンモール、和歌山です。なんでイオンモールへ行くのかっていうと、僕はこの3月で定年退職なんですよ。と言っても週に1日だけ理科にが混ざった障害者の授業をするんですけどね。給料はスズメの涙になりましたが、生徒たちは大好きなんで、やれるだけやりたいと思って学校に残りました。ところが週に6日行っていた学校が1日だけでしょう。麻痺した足が固まってしまい、それを歩いて直すためにイオンモールにちょっとした買い物に来てるわけなんです。かなり高頻度に。ここはめちゃくちゃ広いし、平日だったら人もいませんし、中は天候も関係ありません。ウォーキングトレーナーのデューク・サライエさんも定期的に歩いてます。平坦でエスカレーターやエレベーターが多いです。それに綺麗。それから好き嫌いはありますけど、無料 Wi-Fi も飛んでます。そして何より嬉しいのが椅子です。座ってもいい椅子です。狭い椅子じゃなくてゆったりできる椅子。そんな椅子が要所要所にたくさん置いてあります。障害者にとってこの椅子は大助かりですが、健常の人もゆったりと楽しんでます。どうだったでしょうか、今日の動画。まあいろいろありますけど、少しお役に立てればなぁと思って頑張っていきますので、よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。I'm sorry, but it's evident.
Uniform 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future